はい、皆さんこんにちは、直しです。今日はこちらコワーキングスペースあかりに来ております。今日はですね、こちらあかりパークというね、前の公園を、どうやってね有効活用していくかという、まあ、イベント企画に参加するということで、こちらに参りました。ちょっとね、どんな感じになるのか楽しみです。行ってみましょう。レッツトライ。いっぱいいるの？めっちゃいっぱいいる。10時になりましたので、はい、ということで、あかりのパークハウスということで、今説明会行ってきました。ここのね、藤田駅前広場をいかに楽しくうまく活用していくかということで、まあ、いろんなことできると思います。これはね、本気の鬼ごっこがしたい。いや、本気で賞金的ななんかかければマジ本気になると思うんで、まあ、そういうのとか、あとはサバゲー的な、これなんかちゃんとね、作って水合戦とかね、そういったね、遊びの要素が僕はしたいですね。これが社長に通るかどうか。これからね、ちょっとね、あかりの社長、上川さんとちょっとお話ししてみたいと思いますので、どんな感じになるか、見てみましょう。山森社桃根社長の上神さんです。どうも、社長の上神です。社長、よろしくお願いします。今回ね、ちょっとね、さっき説明会の後なんですけども、ちょっとね、この明かりの紹介を兼ねて、上神さんの方からお話ししていただきたいと思います。まず、この明かりってどういう場所ですかっていうところ。ここはですね、まあ、場所は福島県の国の皆さんですけど、JR の駅のすぐ前にある、元縫製工場で服を作る工場だったんですけど、まあ、築45年ぐらい経ってる建物を、まあ、うちで借りて、それを、まあ、リノベーションして、1階にレストラン、2階にオフィスっていう、はい、まあ、複合施設みたいな感じでやっております。最初ね、ボロボロだったんですよ。
僕も手伝ってね、そうね、こう塗ったりね、リノベーションというか DIY でいろんなことをやりましたね。それでね、本当に今ね、この赤いっていう場所が、国町では知らない人いないぐらいの知名度まで多分なっちゃうと思いますし、その引き際料理のトラットリア、マルティーノさんも有名でね、皆さんあそこ美味しいよっていう話もちらほら聞こえてきますので、これからもどんどんここが、いい場所となって活用されていくと思いますので、ぜひチェックしてみてください。もうなってくるもん急激に成長しますよね、この辺の時期が今度はほんのエコタウンとかね、街づくりのプロなんで、ね、この街がどんどん変わっていくと思います。そして今回僕がこう説明会に参加したのが、このエリアデザインラボというねもので、今年3回目の企画で、まあいろいろと、やられていたんですけども、今回はこのパークハックということで、先ほどお見せした公園、この目の前にある公園、これもこのね明かりの、そうです、まあ、運営している場所ということで、そこをまず今回活用してね、面白いことやっていこうという企画でございます。でさっきの話でもいろんなことね、まあ、公園なので、まあ、バーベキューやったりとか、ライブやったりとかキャンプやったりとか、なんかいろんなことできるんじゃないかということで、これをね、その今回参加された方自由にこう何やろうみたいなことを話して、この企画を運営していくって感じですね。そうです、この公園がですね、駅前なんですけど、そんなに利用頻度が今のところ高くない。まあね、あの動画見た方、公園って言ってもまあなんて綺麗な広場ね、遊具があるわけでもないから、子供たちが遊ぶっていう機会もないんですよね。日常的にただ広場っていう感じになっちゃってるんで、まあ、今まで、ね、マルシェとかやったりしてますけども、年に2回、まあ、ちょっと大人になって、まあ、1日に3回分とかになってくるぐらいのイベントはやってますけど、うん、日常的に使われるっていうほどにはなってないので、うん、まあ、もうちょっとこううまい使い方で、はい、そういうやり方なんですうん、こういった今回この企画でやることも日常的にやるわけではなくて、あるイベントとしてこう考えていこうって感じですよね。あ、それは一応両方 OK で、例えば、うん、なんか花壇で花を歌いみたいなことから日常的になるし、うんうん、その辺はあんまりこうあの制限なくとかどっちでも大丈夫、うんうん、なるほど。そういうのは本当に参加者の自由な発想でやっていくって感じですね。なるほど。ということで今回ね、僕が持ってきた企画っていうかね、あのやりたいことっていうのが、大人の鬼ごっこ。おお、本気だね。おお、大人の鬼ごっこ。おお、本気だね。おお、とか、まあ冬だったら雪合戦の本気バージョンとか、たまにあるじゃないですか、その雪国で地域でその子供たちがチーム戦でこうやってたりとか、あれの、まあ子供とか大人だったら。あったりとか、夏場は水風船の 水合戦というか、そういうので、まあ、チーム戦で、ね、こうやって、まあ、醤油キングっていうか、そういうのをやると、まあ、みんな本気で楽しめたりするんじゃないかなっていう、どっちかというとね、僕は遊びが好きなんで、そういったことしか思い浮かばなかったんだけど、もちろんキャンプとかね、そういったことで、まあ、外でできる、遊びっていうか、そういった体験をやりたいなと思って。ちょっと考えてました。なるほど、いいんじゃないか。なんか大人が全力で遊びみたいな。あ、そうそうそう。そういうのをやりたいかな。まあどうなるかね、わかりませんけども、まあそういった意見をね、好きにこう発信してみんなで作っていこうっていう感じですね。そうです。はい。ということで、これからね、本格的に活動していくんですけども、ね、まあ今日説明会来られなかった方も、随時ね、この明かりのFacebook とか Instagram で、こちらパークハックの、情報発信、こういうことをやってますとか、こういうことをやりましたとかっていうのを、まあ、発信していくので、そちらチェックしていただいて、途中からでも参加 OK ということで、まあ、少しでも興味ある方はぜひ、ご連絡とか遊びに来てくださいとかね、様子を、見て参加してくださいということで、今回は山森さん、深野社長でした。ありがとうございました。ありがとうございました。それではどうぞよろしくお願いします。お願いします。じゃあ、バイバイ。ありがとうございます。